初代ブリッドポート死者、アレグザンダー・フットは、イギリスの海軍軍人、バスクン賞訓借氏、最終階級は、海軍大将。同じく海軍軍人の初代フット死者、サミュエル・フットの弟。フランス革命戦争中の1795年から1800年まで、海峡艦隊の司令を務めていたが、在任中にスピットヘッドとノアの反乱が発生した。 1726年12月2日、サマセット州バトリーの教区牧師であったサミュエル・フットと妻、メアリーの間に次男として生まれた。1741年1月にイギリス海軍へ入り、1746年12月2日に6等艦、ブリッジウォーターの会員に任命される。その後1756年3月23日のスループ、マーリンの会員官長を経て、 プリンスはチャールズ・ソー・オンダース少将を指揮する艦隊の機関であり、フットは機関艦長として地中海で軍部に就いた。帰国後は5等艦、ミナーバを与えられ、サー・エドワード・ホーク帰関となった。7年戦争中に起きたキブロン湾の海戦においてもミナーバを率いて戦ったほか、1761年1月24日にはビスケー湾で4等艦。 ウォリックを激戦の末奪還している。同年9月に上官を三島官、アフリカへ変え、終戦まで再度地中海勤務となった。第一次ウェサン島の海戦を描いた絵。キャプションに、74門カンドバストの記述がある1763年12月に、ヨット、キャサリンの艦長に任命された一方、ソーンダースの公認として1766年9月23日からは、 グリニチ病院の収入薬という陸のポストも得た。アメリカ独立戦争中の1777年に三島間、ロバストへ移り、オーガスタス・ケッペル大将の下で、第一次ウェサン島の海戦を戦った。この戦いは、艦隊司令、ケッペルの不適切な戦闘式と、戦隊司令サーヒュー・パリサー中将の命令、不服従によって、大きな戦果が挙げられず、戦争に発展。 責任の所在をめぐって、軍法会議が開かれる事態になった。フットは、パリサー指揮する公営戦隊に所属していたが、ケッペルの軍法会議に証拠として改ざんした公開日誌を提出していたことが明らかになり大きな批判を受けた。軍法会議後にフットは、ロバスト艦長を辞任し、キャサリンへ戻った。1780年9月26日に、白色艦隊少将へ昇進。 1782年9月に3年にわたる包囲を受けていたジブラルタル要塞を救援するため、海峡艦隊が派遣されることになり、フットはリチャード・ケンペンフェルト少将の死去を受けて司令官、第四代、ハウ死者クリチャード・ハウの幕僚の一人となった。遠征では二等艦、クイーンに座城し、スパルテル・岬の海戦においても、ハウ卿のもとで分隊を率いた。 1787年9月24日に兄と同時に青色艦隊中将へ昇進。翌1788年5月7日にバス勲章を受勲した。1790年にスペインとの間で発生したヌートカワン危機の際にはポーツマス海軍基地に集結した艦隊の第四指令として短期間ながら正気を掲げた。栄光の6月1日における 英物領艦隊の夫人、イギリス艦隊の東から4隻目が、フットの旗艦ロイヤル・ジョージ・フランス革命戦争が1793年に勃発すると、フットは海峡艦隊司令に再任したハウ教の副司令に任じられた。一等艦、ロイヤル・ジョージに長官して、養生勤務に復帰し、1794年の栄光の6月1日においては、ハウ艦隊の 第三司令として、公衛戦隊を率いて、勝利に貢献した。同年11月14日に、論功交渉として、アイルランド貴族のクリケットセントトマスのブリットポート男爵に乗された。グロア島の海戦ハウ協の引退後には変わって、海峡艦隊の司令となった。グロア島の海戦では、フランス艦隊を破って3隻の戦列艦を捕獲することに成功し、 海軍内では撤退命令が早すぎて決定的な勝利を逃したのではないかと批判されたものの、世間では偉大な勝利と称えられた。1796年5月31日には、グレートブリテン貴族のカウンティオブサマセットにおけるクリケットセントトマスのブリットポート男爵を授けられた。百九十六年から百九十七年にかけてブリットポート協和二等間。 ロンドンから戦争の指揮を取り、1797年のフランスのアイルランド遠征に際しては、正規を掲げて、ブレストのフランス艦隊を牽制した。また同年には、スピットヘッドに停泊していた海峡艦隊で水兵が待遇改善を求めて反乱を起こした。当初彼が水兵たちとの交渉に当たったものの、決裂し、ハウウの仲裁によって解決した。その後、 戦局の推移もあって、ブレストもより厳重に海上封鎖されることになり、ブリットポート卿が海峡艦隊を自家卒して封鎖任務に当たった。ブリットポート卿は1800年に退役した。同年、グレートブリテン貴族、カウンティオブサマーセットにおけるクリケットセントトマスのブリットポート試着へ少女された。1814年5月2日に死去した。 二度結婚していたが子供がいなかったため、グレートブリテン貴族のブリットポート男爵及びブリットポート子爵は断絶した。一方アイルランド貴族のブリットポート男爵は、大いのサミュエルへの相続を認める特別規定が付されており、これに従ってサミュエルが第二代ブリットポート男爵となった。 また彼は1784年から1790年までサマセット州ブリッジウォーター選挙区選出の1790年から1796年に助釈により貴族院議員となるまではバッキンガムシャー州バッキンガム選挙区選出の庶民院議員を務めていた議会でも海軍に関心を持っておりまたウィリアム・ピットを支持していたようであるが議事録では 兄と混同されているため正確な発言数は不明である。ありがとうございます。